西武のレジェンド栗山さん、去年は全同時だったけど今年は全同時を剥奪されてしまった。しかも狙わないといけない称号がスナイパー一点狙いで地味にきつい上に未だに称号が決まらない。ということで栗山匠称号チャレンジ全同時への挑戦やっていく。まずは1回目、とりあえず極意書なしでやってみます。この前今井さんの称号決まった時も極意書なしだったので、今回もできれば極意書なしでいい称号引いていきたい。違う。2回目、まだ A ランク大量にあるとはいえ純正最強決定戦に向けて栗山さんの称号は決めておきたいです。ということで来い。ありがとう、調子くん大好き。